皮膚筋、皮膚筋は人間の下肢の筋肉で足関節の低屈、膝関節の屈曲を行う、外頭部位をふくらはぎという。皮膚筋は両足それぞれが左右二つの筋肉で構成されており、内側の筋肉を内側皮膚筋といい、外側の筋肉を外側皮膚筋という。大腿骨の内側かの髪型で内側頭を作り、また外側かの髪型では、 外側頭を作って起こり、一部の繊維は関節方から起死し、下行し、膝がを下方で強し、ひらめ筋の腱と合流して、共に小骨隆起で停止する。ふくらはぎの筋肉は下半身の血液を上半身に循環させる役割を果たしているため、第二の心臓と呼ばれている。人体の最も下に位置している足の血液を 重力に逆らって押し上げているのが、ふくらはぎの筋ポンプ作用と静脈中の静脈弁である。静脈の中には逆流防止のための弁がいくつも存在するが、ふくらはぎの筋肉が収縮したときは、弁は開いて血液を押し上げる。一方、筋肉が弛管したときは、弁は閉じ、血液が流れ落ちるのを防ぐ。静脈弁の働きが壊れると、 下肢静脈瘤の原因となる。足の血管が浮き出てきた、よく足がつる、むくむ、などの症状は、下肢静脈瘤のサインかもしれない。また、ふくらはぎの筋肉が弱るとうっ血して血栓ができやすくなる。熊本自身の際、車中泊をした人に多く発症した。ありがとうございます。